皆さんこんばんは。灯火に隠された白く空の博物館へようこそ。本日は星好きが読み解く走れメロスについてお届けします。メロスは激怒した。必ずかの邪智暴虐の王を覗かねばならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き羊と遊んで暮らしてきたけれども、邪悪に対しては人一倍に敏感であった。村に住む牧人のメロスはシラクスの王様の残虐な行いに激怒し、城に乗り込み意見します。聞く耳を持たない王様に処刑を言い渡されますが、妹の結婚を理由に3日の猶予を与えてもらいます。親友を人質として置いていくのを条件に。メロスは友に一切の事情を語った。セリヌンティウスは無言でうなずき、メロスを必死と抱きしめた。友と友の間はそれでよかった。セリヌンティウスは縄打たれた。メロスはすぐに出発した。初夏、満天の星である。初夏、満天の星。皆さんはどんな夜空を想像しますか？走れメロスの舞台は古代ギリシャ。電灯はなく看板があったとしても夜はほぼ見えないでしょう。メロスに星を楽しむ余裕はなかったと思いますが、星で方角を知り走っていたのでしょうね。さて、メロスはどの星を目印に走ったのでしょうか。シラクスからどの方角の村に向かったかまでは書かれていません。シラクスは現在のイタリア、シチリア島のシラクーザがモデルです。東の外れの港町なので東には行けません。ここで文章を読み進めると、メロスは帰り道こんな出来事に遭遇しています。日はすでに西に傾きかけている。ぜいぜい荒い呼吸をしながら峠を登り、登りきってほっとした時、突然目の前に一体の山賊が躍り出た。冒頭でも野を越え山越えと書いてありますし、山賊が現れたということはメロスは山を越えたのでしょう。地図を見てみると、シラクーザの西に山があります。どうやらメロスはシラクスから西に向かっていたようです。だとすると、メロスは初夏の夜、天頂には夏の大三角が輝き、北東から天頂を通り南西に伸びる天の川を仰ぎ見て、走り出す先には乙女座が目標をしっかり示してくれていたのです。しばらくすると天秤座、サソリ座が目の前に現れ、メロスは時間の流れを感じるはず。シラクスは北緯37度、なので日本とほぼ同じ星空になるのです。帰り道では困難を乗り越え、西から東へ走り続け、そして3日目の夕日を背中に浴びながら王様のもとへ向かったのです。日はゆらゆら地平線に没し、まさに最後の一片の残光も消えようとした時、メロスは疾風のごとく形状に突入した。間に合った。夕日の残光から浮かび上がるメロスはとても輝いていたことでしょう。王様が心を強く打たれたのは、そんな姿も見たからかもしれませんね。おなじみの作品でも
星好きの視点からだとこんな風に読み解くことができるんですよ。さて、今回の博物館はこれにて閉館です。それではどうぞ素敵な天体観測をお楽しみください。